はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今回も例のあれ関連の新たな情報のアップデートなどをしていくのとともに、あとは不法移民関連のですね、これから日本でもね、多発するであろう、海外でですね、起きている様々な事柄についてですね、お話もしていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、昨日ですね、ラストメッセージフェスティバル 9.9 ということでですね、そちらの方にご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。本当にですね、名だたるインフルエンサーのね、方々、専門家の方々がですね、ご登壇されるような形になっていたということでですね、上限5000人だったわけなんですけども、それがですね、マックスまで埋まりきるというですね、もう前代未聞のですね、そんなオンラインイベントになったのではないかなというふうに思っております。僕もですね、そんな名だたるインフルエンサーの方々とですね、ご一緒させていただいたというところですね、緊張がね、溶けたのか、プッツンしたのかですね、急に風邪をひくというですね、そんな事態になっているんですけども、皆様のですね、これからの人生や行動にですね、一つね、背中をですね、押すようなそういったですね、機会になったのではないかなというふうに思います。なのでですね、聞いたら聞いたままで終わるんではなくて、実際ね、やはり行動していくというところをですね、徹底してやっていっていただけたらなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回のね、本題の方に入っていきたいと思うんですけど、まず最初に不法移民関連のね、お話をしていきたいと思うんですが、今ですね、もう毎回、僕の方からはね、お話ししてるかなと思うんですけども、岸田政権に変わってから、日本に対してですね、移民の流入というのがめちゃめちゃ多くなってきているわけですよ。で、その中でやはり外国人による犯罪なども、かなりね、増えてきているというふうな形で、最近になってはですね、川口市の方では、クルド人のですね、団体だったりとか、クルド人をね、名乗るような人物からですね、殺害予告とかね、そういったものが川口市の自警団の方に届いていたりなども、本当物騒極まりないような状況になっているわけなんですけども、それがですね、まだそういったメールでのやり取りというかチャットでのやり取り程度でね、済んでいればまだいいんですけども、これからそのね、堤防っていうのは絶対に決壊するような形になっていくというふうなところなのではないかなと思います。というのもですね、ある一定のですね、人数を超えるとですね、移民の流入がですね、あったりとかすると、そこから一気に犯罪率が増えるというですね、そういった統計が出ていたりもするわけですよ。で、その中でですね、特に多いのが、窃盗とかもそうですし、あとは殺人事件、そして女性のレイプ事件、そして子供の誘拐事件などですね、そういったね、もう聞いただけでもですね、身の毛のよだつようなですね、そういった犯罪がね、かなり増えてるわけなんですけども、それだけではなくてですね、自分の持ってる土地の庭で急に、移民とかがですね、キャンプし始めたりとかするようなですね、そういったことが発生していたりとかしてですね、で、さらにそこを注意すればですね、叫びながら物を投げつけてくるというふうなところでも、警察とかそういったところは一切動かないということでですね、しかもですね、そのですね、国の言葉が使えなかったりとかするということで、何を言っても何もね、意味がないと、そういったね、形にもなっていたりとかするし、あとは法廷の場でもですね、やはり日本語でこう意思疎通ができないっていうことで不起訴になるっていうね、形がね、非常に多く出てるわけなんですよ。で、さらにはですね、その辺にいる鳩だったりとか、あとはですね、アメリカの方だとガチョウとか、あとは飼い猫とか飼い犬がですね、盗まれてですね、誘拐されるような形になって、食べられてしまうというですね、そういったことも起きていたりとかするわけで、なので外犬とかね、外猫ちゃんをね、飼われているようなね、方っていうのはですね、非常にこれから気をつけていかなければいけないような、そういったね、状況になってくるだろうなってとこなんですよ。やはりですね、我々日本人とかが持っているような、なんかこう前提的なモラルというかですね、なんかそういったものが一切本当に通用しない、マジで何も通用しない、そういったね、形になるかなと思いますんで、同じように性善説的に見るとかですね、同じようなものだと思わずにですね、移民はかわいそうだとか、なんかそういうふうに思うフィルターを外してですね、見ていかないといけないのではないかなというふうに思います。未だにですね、国から追われて頑張ってね、日本に来たのにね、受け入れないなんてクソだみたいなね、考え方のね、人とかが多かったりとかするわけなんですけども、それってリスク承知の上で言ってんのかどうか聞いてみたいですけどね、全てのね、リスクを知った上で、それでもなお、その目の前にいるね、その移民の方々がね、この人は助けるべきだというふうに思うのであれば、個人的に助ければいいかなというふうに思うんですけども、国主導で今現状、この日本人さえも満足にね、人生を送れないようなね、そういったね、体制であるにもかかわらず、その日本人から集めた税金をですね、こういった移民どもにね、流していくっていうのは、いかがなものなのかなというふうにね、個人的には思うところです。で、さらにですね、これから日本でもこういう話出てくる可能性があるなっていうところでですね、カマラ・ハリス、日本でもですね、トランプよりリードしてるとか、ね、トランプよりもかなりいいんだというふうにですね、そういった形でね、報道されているカマラ・ハリスですけれども、もうこいつは極悪極まりないわけですね。しかもCNN さえも、極左極である CNN でさえも、ちょっとね、衝撃を受けるレベルだということで、このカマハリがですね、刑務所にいる不法移民のなんと性転換手術っていうのを税金で行うと
いうですね、まあ、そういった政策を支持していたということがね、分かっていてですね、まあ、それこそタンポンティムとかその辺もそうなんですけれども、まあ、これ実際ですね、州ごとにですね、まあ、やはり法律っていうのはね、違かったりとかするかなと思うんですけれども、実際そのアメリカ人の税金を使って、まあ、最初はね、男性が収容されている刑務所にこう収容されてたけど、自分は女だとか言ってですね、主張した結果、まあ、性転換手術をして、そして女囚刑務所の方に送還されるっていうですね、まあ、そういったやつもね、結構いっぱいいるんですよね。どうですかこれ聞いてみて、イカれすぎでしょって話なわけなんですけれども、それをなんと政府主導でやろうとしてるというですね、非常に馬鹿げた話なんですよ。で、アメリカがこれね、多分実施したりとか、もうこれ制定してしまった日にはもう完全に日本もですね、同じような形になると思いますし、それこそもう今のね、自民党の暴走っていうね、ところから見てもですね、もう確実に来るんじゃないかなというふうに思うところですね。それこそ先日のね、新次郎のですね、まあ、記者会見のフィールドにもですね、フェニックス TV というですね、中国系のね、まあ、そういったメディアも入り込んでいたということがですね、分かっていたりとかして、もう完全に売国会見と言っても過言ではないなというふうにね、思うところでしたね。で、そんな中でですね、今ね、イタリアがね、すごくてですね、まあ、それこそ女性首相がね、誕生したっていうことでですね、もう超保守のね、大統領というか、まあ、首相がね、誕生してるわけなんですけども、この不法移民に対するね、まあ、対抗政策っていうので、めちゃめちゃ、こう、成功を収めていてですね、この方が、メローニ首相がですね、就任してからもうすでに不法移民の流入が 64% 以上カットできているというふうな形になっている。で、さらにこれからは大金を払って船に乗ってきたとしてもイタリアに入国すれば問答無用で国外追放するぜということもですね、声明を出しているということですね、ここまで強いことを、ね、やってくれたらですね、もうその国は割と安泰なんじゃないかなというレベルですよね。で、今ですね、実際日本以外の国ではですね、まあ、結構、まあ、そういった極左政権がどんどんバッタバッタと倒れていくような形になっていて、まあ、本当にですね、保守の政権というのがですね、どんどんね、樹立されてっていうようなね、形になってるわけなんですよ。だからまあ日本にいるとなかなかですね、そのグローバリズムとかね、そういった部分の魔の手っていうところがですね、もう本当に急加速的にですね、進んでいってるなというふうにも思いますし、なかなかこう良くなってってるような感覚はないんですけれども、そんな中でもですね、世界各国は変わり始めてるというふうな形になってるわけですね。まあちょっと日本もその波にね、乗っていってほしいなというふうに思うところです。で、次がですね、例のあれ関連のお話になるんですけども、まあこれがですね、またですね、それこそ死亡認定とかそういったものがね、新たに追加されたということで、もうすぐ800人台、死亡一時金とか総裁料とかが支払われた人っていうのが800人台になるというわけなんですよね。紅工事でね、まあ、たった4人とかその辺でですね、騒ぎまくってた厚労省はこの800人以上が死んでるね、事柄について何もね、声明を出さないというかですね、何もですね、警鐘を鳴らさないということ自体が、まあ、本当不自然でですね、気持ち悪いなっていうふうに思うんですけれども、まあ、どんどんですね、増えてってるようなね、形になってるわけですよ。で、そんな中でですよ、そんな中で東京都も含めですけれども、まあ、これからですね、例のあれの定期接種が始まるというふうにね、言われてたりとかするかなと思うんですが、まあ今ね、まあ実際無料ではないわけですよ。有料化されてるわけですよね。で、まあそんな中でですね、東京都も2500円以下でですね、まあ一人当たり受けられるようにするというふうな感じで補助金を出すぜみたいなことを言っていたりとか、今回新たにですね、広島県の大崎上島町というところではですね、例のあれの定期接種をなんと無料にすると。いうことでですね、10月からの高齢者対象のそれを無料にするということでですね、これはもうかねてより言ってきましたけれども、結局有料化されても、まあ、そのね、時が来たらね、どうせ無料にすんだろっていうふうなね、ことを言ってきましたが、まあ、まさにそうなってるなと。で、本当に国がタダで何かやってくれるとか、なんかそういうふうになってる時って、もう一番やばいようなね、状態かなっていうふうに思いますんで、本当にタダより高いものはない。タダで何かすると国が言ってきた時には、自分たちの命が狙われてるというふうに思った方が結構確実なのかなっていうレベルでですね、まあそれほどですね、ひどいことがいろいろされてるわけですよ。で、さっきも言ったような感じで、こんだけね、人死んでるということがね、まあ、氷山の一角だとしても発表されてるね、わけですけれども、その中でもまたね、まあそれをですね、無料でも実施するんだとか言ってるあたり、本当やばくないですかっていう話なわけですよね。で、さらにですよ、まあここ最近というか、まあ先日の僕のですね、動画でもお話ししましたけれども、世界経済フォーラムの方で、例のウィちゃんの話っていうのは、まあこれからのスマートシティとか、そういういった新たな時代に合わせたその持続可能な都市のためのアプローチの一つであるということが言われているわけですよ。まあ、要するに想像を絶するような措置ですよね。公衆衛生のために何十億人という人々が社会的距離、ソーシャルディスタンスとかマスクの着用とか集団免疫どうとか公衆衛生がどうとかそういったことを言ったらですね、もうかなりの人がね守ったというふうな、ね、形になっているわけですよ。つまりこれ何のテストだったかっていうと、その時代が来た際に個人の
の自由とか個人の権利っていうのを自己放棄するのかどうかっていうのを見たかったんだっていう、そういう、まあ、ある種心理テストみたいなものだったわけですよね。行動テストというかですね。で、それがまんまとね、できてしまったというわけで、まあ、今ね、ちょっとね、ひっくり返ってきてるところもあんのかなと思うんですけれども、まあ、こんなね、発表までされてるような状況なわけなので、本当にみんなやんないでね、と。もうここまで来たら、まあ、僕はですね、今まではですね、もう自由にしろよと。自由にやりたきゃやれやというふうに言ってきたんですけども、このタイミングでこういった情報が出てくるのであれば、もうやっちゃダメだよというふうに思いますし、まして次のですね、日本だけで承認されているそれなんて、まあ、言語道断なわけですよ。ただ本当にですね、直近でですね、東京理科大学の名誉教授であるですね、村上康文先生がですね、明治ファルマの方にですね、まあ、伝達したということで、まあ、その中でですね、その明治がね、まあ、例のね、レプリちゃんをね、製造する工場を作ってるとかどうとかっていうところで、この界隈でかなり炎上したわけじゃないですか。まあ、それでね、不買運動だっつってね、まあ、いろいろね、やってたわけですけれども、まあ、その中でですね、なんと伝達してみたら、この明治ファルマがですね、いろいろ分かってなかったことが分かったっていうところで、で、さらに今ですね、10月1日からですね、427万回分のレプリちゃんがですね、世に出回るんだみたいな話が出てたと思うんですけど、それはまだ製造したとしても世に出すかどうかは分かんないという段階だというふうな話にもなっていたというところで、さらに深掘っていったらですね、例のそれがですね、伝播していく、人から人へ伝播していくことを知らなかったというふうなね、ことを言っていたということでですね、まあ、とどのつまりどういう状態かっていうと、その大企業でさえも、まあ、国から騙されてる状態になってるというふうな形なわけですよ。で、僕らからすると、どうせ分かってやってんだろうっていうふうに思うと思うんですけど、そうじゃなくて、まあ、国がその製薬会社とか騙してる構図っていうのもね、あったりとか、もっと言うと、もしかしたら国も、まあ、政府もですね、騙されてる可能性があるんじゃないかレベルの、まあ、そういった形になってるということで、もう逆に地獄絵図みたいなね、感じであるんですけれども、ただまあその明治ファルマのですね、まあ、電話にですね、まあ、出た方々はですね、社員の方々はですね、まあ、非常にね、真摯な対応をね、してくださってたということでですね、まあ、本当にやばいものなのであれば、もう絶対にやらないと、世に出さないというふうなね、ことは言ってくれてるというわけで、まあ、そこに対してね、厚労省だったりとか、そういったところはどういったね、まあ、プッシュをするのか、そもそもプッシュをしないのかというところになってくると思うんですが、まあ、今のね、動き方とか見てると、もう完全に国民のね、意思なんてガン無視の状態でですね、推し進めてくるんだろうなというふうに思うところなんですよ。まあ、さっきのね、広島のね、大崎上島町のね、話とかを見てるとですね、やはりこう、無料だからやるというふうなね、方々っていうのは、まあ、やはりね、かなりの規模で一定数いるのかなというふうに思いますので、まあ、もうもはや無知は罪というふうな話なのかなというふうに思いますね。で、さらにですよ、例のね、レプリちゃんに関するところでは、なんと看護倫理学会がですね、安全性とかそういったものに関して、まあ、緊急声明を出したというですね、まあ、非常にですね、まあ、異例のね、事態になってるわけですよ。まあ、それがですね、ベトナムとか、まあ、そういったところでは、これに関して大規模治験とかね、やられてたわけだけど、その大規模治験をやった国では承認されてなくて、なんで日本で承認されとんねんというね、ところなわけですよね。だから何が起こるかどうかもわかんないし、まあ、今までのですね、それこそ遺伝子製剤とかそういった部分の話からするとですね、シェディングとかね、そういった部分のお話というのはですね、もうこれ完全に国のサイトにも明記してあるわけですから、まあ、あるよねっていうね、ところかなと思うんですよね。なので、様々なですね、まあ、とどのつまり、どうなるかわからないっていう恐怖がね、まあ、あるっていうところですね。まあ、そういった形ですね、こういうね、まあ、それこそ医療関係者というかですね、まあ、医療関係団体のですね、まあ、そういったところさえもですね、声明を出すレベルになってきてるというわけなので、まあ、なのでですね、まあ、ちょっとですね、急ぐことなく、まあ、俯瞰した状態で見てですね、で、そしていろんな情報を取って、それでもやった方がいいと思うので、やっぱどうぞやってください。まあ、でもね、いろんな情報を取っていけばですね、確実にそんな脳みそにはなんないかなというふうに思いますので、もう何度もですね、僕の方でも言っておりますけれども、僕らインフルエンサーだけではなくて、今見てくれている皆さんがですね、インフルエンサーになっていただいてですね、もっとですね、拡大していっていただけたらなというふうに思いますね。それこそさっきの明治に関してもですね、わけのわからないままめちゃめちゃ苦情の電話が来てるっていうね、形になっているようでですね、かなり困惑しているようなね、状況みたいですね。なので、まあ、声を上げれば、やはりですね、届くんだというふうなね、ところかなと思いますんで、みんなで頑張ってやっていきましょう。で、そしてですね、9月の28日、有明の方で行われるデモなんですけども、僕もですね、サトリズム TV マスター浅村さんのですね、お呼びがかかりまして、急遽行くことになりましたので、ぜひですね、現地でお会いする方はですね、気軽にお声掛けいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。